その名もダーツのタビーズ2024。イエーイ。はい、はい、でも俺らハッピーゼロから4、俺らハッピーだよ。来い、奥の外の、わー、なんとなんとなんと、すげえ、福島福島でございます。さあ、旅立ち初日、今日は、ね、まあ一番僕たちのメイクしたのでリハまで時間があるので、たくさんご飯を食べます。美味しそう。昨日前乗りしたんですけど、撮影でめちゃめちゃ福島満喫しました、ね、福島最高すぎ、筋肉痛でございます。おめでとう。昨日僕の部屋で一緒にフミヤとケビン君とショー来てゲームしたんですよ。俺疲れすぎて先に 寝ちゃって気絶しちゃって、そうやる気ねえなって思いました。朝起きたらいないって言われて、朝起きたらいなかったんで、めっちゃ起こしたんですよ。で、西田が、まあ、いつもちょっと遅めに来るんですよ、なんかゲームするとき、うん、で、まあじゃあ3人で最初ゲームやってて、西田来たら来るまで寝るって分かったんです。で、西田来たら起こすのやつ、西田来てるのに最悪って言ったら、もう西田来いよって言って、もう西田来てんのよ。強くない強くない。で、一緒に3人でスプラトゥーやって寝てました。で、俺あの枕こっちじゃないですか、足元にこうやって寝てたんです。 足元にまとまってこうやって寝てたんです。そこまで記憶なくて、で起きたらちゃんと布団かぶってるから、これ布団かぶって枕にこうやってまっすぐ綺麗に寝てた。朝起きた時に俺のことを綺麗に布団かぶせてくれたって言ったんですよ。そしたら、ね、そんなことするわけないよ、だから俺の寝相で寝相が良すぎて綺麗に戻った、元通りに戻った。するわけないよ、全く覚えてない。そんなのするわけないよ。おかしいよ、布団返してくれてもいいだろ。布団ぐらい書いてくれ、はい、するわけないよ。捉えられるのか。むずい。いや、むずい。これデザインがわかんない。すごいね。捉えられるんだけどな、これ待って、色はそんなに。これこいつのデザインなんだっけ、どうやって写真撮ればよかった。そしたらできたんだ。あれステージ持ちたね。一回で大丈夫です。セットがもうすごいんですよ。ダーツの矢が刺さってるし、ちょっとね、去年のタビーズ想像してくる方はちょっとびっくりするかも。普通にホールツアーの規模と変わんない。で、全部行ってきたんですけど、めっちゃ見やすい。この会場いい。俺らも初めての場所でライブできるってすげえ嬉しいから。で、昨日バスでめっちゃ思ってた。もう全てに感謝っすね、本当に。最近そんなんばっか、年齢重ねたからかな。なんかこう、もちろんあの人間なんで俺も自分のためみたいな感じあるけど、なんか最近そこをちょっとだけなんか誰かのためにって思えるようになりました。結局それが自分に返ってくるなっていうふうにも思えたから、っていうのは結構変わったかもしれないです、昔に比べて。この活動してて、俺が俺がっていうあったけど、まあ今ももちろんそれは大事にするべきことだから持ってるけど、そうですね、最近はもうなんか誰かのためにって思えるお仕事になってきたなって本当思いました。それがまあ結果やっぱ自分のためになるから。うん、これはまず多分欲しいです。
コンやつにしよう、コンコンやつ。コンコンやったらこうやってきて、そしたら、せーマイク持って、これやるわ、うん、これやるわ。これやるわ。あ、カンコピ、カンコピ、もうカンコピ、完璧だわ。ちょっとこうスライドしながら、こんな感じよね。あ、そんな動いてますよね。動いてる。ライブの時はね、結構動いてる。じゃあ、そわそわしてるで、いろいろ顔の横左全部横左でやってます。ああ、見えない、右左、右左完コピしてるやん、もう強すぎない。ちょっと気になるわこの時、外側に。おはようございます、バディーズです。朝早くから準備の方ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよここ福島から、バディーズダーツのタビーズが、スタートするということで、本当にね、ダーツのタビーズは行ったことのない土地でライブするという、まあ、僕たち自身も嬉しいですし、来られる方もすごく嬉しい、本当に素敵なイベントというかワンマンライブになってると思いますので、そしてね、ワンマンライブはホールツアーぶりではございますので、少しだけ期間が空いて久しぶりになりますが、しっかり来てくれた方々幸せにして返せるように、そしてね、初めましての方も多いと思うので、バディーズの魅力たくさん知ってもらえるように、全力でパフォーマンスいたしますので、ちょっと確認事が多い中でちょっとバタバタになってしまうんですが、みんなで、最高の旅にできればいいなと思っておりますので、最後まで一緒に駆け抜けていきましょう。リハーサル、まずはよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ楽曲から決めていきましょう。楽曲からでも大丈夫です。ルーレットスタート。ドン。もう一回。ブルーどん。じゃあ楽曲はセブン。じゃあ続いてみて、感情ルーレットスタート。さあ、なんだなんだ。よいしょ。決まった。ということで感情は。我々は決定しました。本当に一人ぐらい皆さん、さらわず、オラオラでございます。はい、あ、早いですね。はい、すみません、皆様、たくさんちょっとご対応ありがとうございます。今日からバディーズダーツのタビーズ2024が始まるということで、今年も、去年同様最高の旅にできればいいなと思っております。そしてね、このワンマンタビーズライブを経て武道館につなげていけるように、一個一個大事にして、皆さんまたの出会いをね、次につなげていけるように全力でパフォーマンスいたしますので、本番も何卒よろしくお願いします。リハーサルありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ本番よろしくお願いします。お願いします。じゃあ君手で言いましたね。ストローじゃないっす、一気に行きます。濃厚な温泉上がりの味がする。うわ、いいわ。でもね、意外とね、意外とあれですよ、甘さ控えめ、コーヒーの要素ちょっと、あんだ、それめっちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい、めっちゃうまいです、ね、これめっちゃうまい、めっちゃうまかった。これなんかおすすめしてもらって、ファンの方に。これめっちゃうまかった。落語カフェ、お仕事疲れてる時、何かの作業中にぜひ落語カフェ。俺もだよ。大好き。カスタード乗ってる食パンに。嘘、やばい。なんか食パンの上にね、クリーム乗ってんだよ、チーズみたいな、うん、超濃厚。いつもさ、クリームってさ、パンの中に挟まってんのが王道じゃん、はいはい、これもう上にクリーム乗ってるから、もう一発目からクリームの濃厚さが口の中に渡ってきて、うん、でそこにこの食パンの食感で超マッチしてる。
超美味しい。ちょっとうまくなった食リポ。うまい。ていうか意外とパンよりもこのクリームの体積が多いから結構クリームの味が一番うまい、うん、贅沢だね。贅沢。美味しい。これうまい。おお。え？めっちゃ入ってるじゃん。ちゃんと郡山市の会社で作られてますよ、うん、映画見ながら食べたい。わかる、うまいね、これうまいね。でもサイズがいいですね。わかる。でかい食パンじゃなくてそのでかい食パンの4分の1ぐらいの、なぜ おやつでちょうどいい感じ。家の近くにあったらこれ買って走っていく仕事にすごくいい。確かにこれは食べたくなるわ。うん、うまっ。ちゃんと端っこまでクリームがついてるっていうのがプロフェッショナル。うまー。そう。おお。マジで。待って知らなかったね。ここにあったの。ストロー打ち。え？有名じゃない？ここのこうやってやって。あれが正解みたいな感じ。あれにストローさせようと思ってた。学校の牛乳とかこうだったじゃん。え、そうなの。うまいね、これうまい、これめっちゃうまい。ミルクしかも、あれだね、ちょっと大人なね、味もあるから今コーヒー牛乳にしちゃう、結構大人じゃない。いや、そんなにねえだろ。これはむしろ初心者向けだよ。コーヒーが苦手だけどなんか飲んでみたいなって人はおすすめ。むしろ俺が本当に甘いコーヒー牛乳しか飲んだことないと思う。これはコーヒー少なめだよ。むしろ牛乳が濃くて美味しいのが魅力でしょらしいっす。ガンカさんとさっきの全部ご情報でした。すいませんでした。タクヤの味覚はあの当てにしない方がいいよ。すいません、俺は嘘じゃないんだけど嘘っぽかったです。世界的に考えたら申し訳ない。別次元の話をしてたんだね。うん、頑張ります。マジで気合入ってます。マジ食うだけは番です。それ以外はマジで大丈夫。頑張ります。バディーズワンマンライブ、バディーズタビーズ、バディーズダーツのタビーズ、いや、本日ここ福島から福島開始されます。いや、はい、ちょっとハルキお休みなんでハルキの分もしっかり背負って10人分のパフォーマンスでテスト頑張って、初めましての方も多いと思うので、いや、初めてのね土地にでライブさせてもらえることを感謝の気持ちを忘れずに、うん、ありがたみ持ってステージ立って、楽しんで来てくれた方々幸せにして絶対返しましょう。はい、はい、楽しんでいきましょう。冷静に BUTDRS スポンサー BS。 はい、じゃあ行きます。なんかすごくなってる。ダーツが増えてる増えてる。まず説明しますね。まず次僕らが今次にやる楽曲をこのラック、ビースト、ザワンの3曲の中から本当に今この瞬間に決めます。なんで今日しか、うん、タビーズでしか見れないこのタビーズイベントなんで、そんなのってあり、ありがとう、一番いいガヤだね。いいね。じゃあ早速投げてみますか。うわ、やば。じゃあ3、2でいきましょう。3、2。おい、今日もう一回、もう一回。ちょ待って、もう一回、もう一回。こっちじゃないよ。行っていいの今。おー、ということで楽曲はビーストに決定しました。それでは、せーの、3、2。出た。カバッチー、どうやってやんの。絶対カオスなんだけど。むずいよね。まあまあ、ということでビーストで可愛いパフォーマンスになりました。まあね、ダーツは絶対ですから。難しいな。そうですね、これがダーツの旅ですですよ。NEXT SONG ビースト。ねえ、みんな最後まで一緒に盛り上がろうね。
go 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 get it high get it high with a go 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 get it high get it high with a go go don't wanna say goodnight 飛んで来ちゃったよ気合入りすぎて出し切れたから良かったなって思ってます。次のサンプラに頑張ります。楽しみです。お疲れ様でした。あれまた会うね。あまた飛んだよ。あ変わらないこと。このまま